1>, 1月23日マレーシアのセパンサーキットにおいてスーパー GT ウィンターテストが開幕テストは2324日2627日の4日にわたり開催されるが初日はチームインパルの Z が午前午後の両セッションでトップタイムを叩き出した写真ケガ明けの山本直樹も元気な姿を見せたまたこのテストには昨年9月のスゴーでクラッシュを喫死治療に努めていた山本直樹が 4ヶ月ぶりにレーシングカーをドライブするなど元気な姿を見せていた2020年以来4年ぶりの開催となったセパンテストに参加したのはトヨタ GR スープラが90号車開発車両19号車バンド37号車トムズの3台日産 Z が230号車開発車両12号車インパル24号車コンドーの3台 ホンダシビックタイプ RGT が開発車両を兼ねる100号車チーム国光と64号車中島の2台で合計8台。日産はドライバー8名全員が確認できたが、トヨタとホンダは車両が少ないこともあり人数が絞られている模様。午前9時、12時、午後1時30分、4時30分の各3時間のテストは、 午後が終盤の降雨により10分短縮となったほかはアクシデントもなく、2 3 5号車 Z がミッションにトラブルを抱えた程度で、一度の赤旗中断もなく無事終了した。初日午前、午後ともにトップタイムをマークしたのは12号車インパルだった。インパルの星野和希監督は、開幕からトップを得るというのではなく、最初のテストからトップを得るという意気込みでドライバーもチームも準備してきました。 最初からトップを得れたというのは気持ちがいいです。日産のブリヂストンユーザーが増えたことは大きなプラスです。今年はチャンピオン、脱回で臨みます、と手応えありの満面の笑みを見せた。またテストで100号車シビックの最初のステアリングを握った山本は、午前中の走行を終えた時点で、体は大丈夫です。 午前中を走ってみた感じでは予想よりちゃんと走れたかなという感じでした。でも午後、明日と走ってみないとまだわからないですね、と語っていた。スーパー GT セパンテスト初日タイム結果。